こんばんは、松下浩司です。さて今週のゲストは、日本を代表する映画監督でもあり、現在は大阪芸術大学、芸術学部映像学科教授、学科長をもされております大森和樹さんです。本日はどうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてアンチエイジングジェネレーションという、ことなんですけれども、大森和樹さんは、非常にまずちょっと一度聞いてみたいなと思ってたのは、まず、京都府立医大を、何十年前に出られまして、そうですね、30年なんかな。そうですね、これ医師免国家試験も受けられて、ちょっと時間かかりましたけど、通りまして、はい、ああそうですか、でお医者さんになる、これはお父さんの影響も非常に大きかったんだろうと思うんですけれども、ただもう大学の途中から映画の世界に入りましてね、で卒業する頃にはもうこれは医者にならないだろうなというのはなんか思ってたんですけど、大学はね一応公立なんで、非常に安い授業料でやってたんで、その分を要するに税金でやってるわけですから国家試験だけは通っておいてくれというふうに大学から言われまして、国家試験通ったらもう医者やらなくてもいいですかみたいな、そこで医者に責任を果たしてという、だから1日もやってないですか。だけど30年ぐらい前になりますね、今とだいぶその医学部なり、医者の世界も周りも、20年こう医者やってきてるわけですけれども、あれ今の医学生なんか聞くと、僕らの時代って今の医学生の何ですかね、知識を取る量 20% ぐらいやったら言いますもんね。要するに5倍ぐらいやることが増え今で5倍ですね、増えてるって。確かにね、僕らの頃もうこれは死ぬって言われてた病気のいくつかはもう治るようになってきてますし、すごいですね、進歩、それと要するにどこの業界でも一緒ですけど、デジタル、コンピューターの導入、が入ってきたんで、そうですね、ものすごいんじゃないですかね。そうですね、ちょうど私も、脳神経内科の専門なんですけれども、卒業した当時は本当に CT 画像です、これも本当に分からないですね、脳がどこに何があるか分からない、出血は分かったんですけどね、拘束は分からないっていうのが、今やもう MRI で。色までつけてくれる。そうですね、だからもう画像からその次にさてこれが何かということを考えることがなかなか大変なんですけども、当時は本当にそういう確かめる術もなくですよね。僕らの頃はあれですよ、レントゲン写真を見てたら、何か見えるだろういう、そうですね、何にも見えないですけど言ってた先生がね、ここに見えてるんだ、そこに見えてるんかという、今はもう機械の方が知らせてくれる。そうですね、もう機械でまず結果が出ますんで、それをこう解釈するところが結局今の勉強、学習になるんでしょうね。それと患者さんの方もすごい知識を持ってきてるでしょ。確かにそうですね、今昔はもうそういうことはもう医者に任しとけで、何にも知らないで来てたけれど、ね、それは感じません。いや確かに余計なことを知ってる言うとあれですけど、当時はね、本当に僕ら学生の頃は本当に大学病院に入ると、それはもう学生の、サンプルであったり、教材になったり、そういうことを喜んでというか、あるいはもう納得して、協力していただいてたっていうようなことがあったんですけど、もう今は、なかなかそうもいかないですし、非常に時代は非常に医者に逆風であったりですね、しますんで。大変ですよね、僕が確かね、うちの親父なんか見識やったと思う医者だったんですけどね、いやもう映画の方行く言ったらどうですか。いやみんなねすごい反対したように言い張る、考えられるんですけどね、割とあれ見識やったと思うね、もう医者は赤いな、そういう非常に先見の明がありますね。それなかなか、いい時代は過ぎた言ってましたね。それ30年前に悟ってられたんですね。これから大変なことになるだろういうのは言ってましたね。ということは桃森さんはこの映画界に入っても大正解だったという。いやただ両親亡くなったんですけどね、親が死んだ時はやっぱり医者やったら見とれたかなというのはありますけど、それだけですね。その一点は、なるほど、2回後悔しましたけどね。なるほど、あとは別に後悔はしないですね。そうですか。
まあ、実際あの僕もあのヒポクラテスたちという映画を、はいはい、あの見させていただいたんですけども、あれやっぱりご自身 の, その大学の頃の研修の、ね、ありますね、やっぱりこれ、ね、みんなね医者の人ってあれ見てるんですね。いやもうはい、あの非常にあのキャストも非常に印象深いですし、まあ、内容がですね、うん、まあ、やっぱり実際そういうことを経験した、まあ、監督の方でないとなかなか描写できないような、まあ、あのあたりからでしょうね、その医学生を主人公にした映画なんて当たるかなんか言われてたんですけれど、まあね、10万人ぐらい医者いるから、それくらいの人は見るんじゃないですかっていうようなことで、医者狙い、なるほど、やったんですけどね。なるほどね。まあ、だけど非常に面白いおかしくというか、まあね、医者 の,、うん、あのまあ研修の生活をね、本当に描いて、あれはね割とどこにでもいる普通の人が医者やるんですから、うん、あの医者も患者さんも、ね、あのそう思って、診察受けた方がいいですよというような、あ、まあ、そういうあれではあったんですけどね。まあ、だから医者のこう裏事情を、ね、こう映画化されることで、うん、まあ、確かに一般の方はまあ、医者に対する意識が少し変わったり、うん、まあ、よく興味を持っていただいたり、こう親近感がね少し出たり、なんかそれは医者やから言うとその人類愛とかね、なんかあのあまり大きなテーマ、テーマないないない、あのそこら辺にいる人がやってるんだけど、だから それだからあの医者って信用できますよという話ではあったんですけど、そういう映画だったんですね。逆に人類愛とかね、なんか感慨言うと、そっちの医者の方が信じられないような、ちょっとあまりおぼる隙を言われるんですね。まあ、非常にこう血に足のついたというかお話がね、僕らが見ててもやっぱり非常に共感が持てましたし、まあ見てられる方も非常に興味深く見てられたんじゃないかなと思うんですね。あの先生が専門にやられてる病院に来られる患者さんというのはどういう方が多いんですか？ここはですね、あの、まあ、いわゆる、まあ、一般の病院ではですね、なかなかあの、まあ、大きな規模になって、あれは病院そのものが非常に専門化してますんで、なかなか複雑化してますよね、うん、今の病院っていうのは本当に、まあ、そういう意味ではあの行ってもすぐにこう自分の持ってるような医療が受けられないっていうのは、うん、まあ、ご自身のこう要望が非常に強かったり、まあ、少し特殊なニーズだったり、うん、まあ、そういったものを、まあ、ここで、まあ、困りの効く、まあ、小さな施設ですので、うん、まあ、その中でこう少しプライベート性を持たして、まあ、いろんな、まあ、医療ニーズですね、うん、これはもうあの日常 の, その、まあ、医療相談から、まあ、まあ、人間ドックのような、まあ、大きな病気が見つかった時の、まあ、専門病院の紹介だとかですね、うん、まあ、そういう、まあ、多岐にわたった、まあ、総合的医療サービスをここで、要するにあの患者さんの自分の体をよく知っておきたいっていう、そうですね、まあ、基本的にはそうですね、ですかね、非常に健康意識の高い方ですね、うん、もうこの本当今の世の中、まあ、病気になってから病院に行くという発想でなくてですね、うん、まあ、よりこう今の健康を長く維持するにはどうしたらいいかとか、うん、より健康意識の高い方、またその受け皿が必ずしも今の、まあ、診療体制というか病院の今の制度では必ずしもその受け皿がないので、うん、まあ、それをまあなんとかその、まあ、ある意味本当に理想的なまあ医療施設ではないかというふうにまあ自負してるんですけれども、ずいぶん変わってきましたよね、その病院に対、ここは病院は病院、ここは病院は病院なんです。で病院いうとこうね、昔のまあ極端に言うと悪くなってから、病気になってから行くとこやったんじゃ、明るいイメージはないですよね、病気になってから行くとこだったんですけど、今あの健康な人でも病院に行くっていうんですか ね、 そうですね、結局まあ健康をこうメンテナンスするというかですね、まあ、それを維持するためにまあどういうふうなことをしたらいいかというようなことをまあ専門的なまあ立場からアドバイスできる、まあ、メディカルアドバイザー的なですね形で、ここをまあるんですけどね、ただ商売のことですけどバラしたらいかなかどういうようなこうあれが一番多いんですか、あのサジェスチョンは。ああ。